どうもトビアンです。天外魔境2続きやっていきたいと思います。前回まではこちら、ついに玄武城を発見し、わだつみ5人衆次々撃破しております。3人目登場しました。ただもう体力の限界で万事丸道具使い果たしました。技の残りは16。節約モードでいくか。まあやられてももう一回ねリベンジしたいと思います。油壺百名眼、まあ百名眼で極楽回復体術、戦うか。よし当てた。残り700電撃。いや強烈。どうしようかな、この技16何に使うかだよね。まあ、まあ、若草かな。若草で粘ろう。戦え極楽。極楽があと10回攻撃当てれば勝てるんだ。で万事丸は若草をあと15回やろうじゃないか。粘りの戦いで地味ですいません。いや勝てる可能性あるよこれ。若草よし。巻き貝結構当たるね。若草の若草で粘るぞ。そして問題は極楽の命中率めっちゃ当たる。もう一回勝ってる相手だからね、いけるんじゃないかこれ。お全部当たる。あと300いける。若草でどんどん極楽回復してるぜ。こいつ攻撃力はそんなにないからね。あさすがに一回避けられたか。万事丸も戦おう。なんかあの雷撃みたいなやつしてこなければいけるんじゃないか。やっぱり2回攻撃的な素早さは敵の方が上か。いける。フラフラだけどいけるぜ。いや若草の技の技値を減らしたのは大きいね。いける。まさかのとどめだ。巻き貝奉仕弱いぜ。はまぐり姫様、姫様のために死ぬことができて私は幸せでございます。やったな、お宝。夜叉の刻意なんだそりゃ。呪われアイテムかな。うわ66。あマンジマル装備できんの。なんだこれ、なんか呪いっぽいけどな。185から195装備しちゃえ。あ呪われてた。守備力10上がったぜ。何呪われてどうなるんだこれ。どうしよう、このままいくか。で極楽のアイテムをさ全部万事丸に渡しましょうかね。極楽はもうひたすら戦う、戦ってもらおう。油壺何に使えるんだろうね。油で燃やしてなんか火の術とかあったかな。それやればいいのか。あれこっちは来てる、もしかして逆だった。嘘でしょ。道間違ったか。敵出てこないね、ラッキー。次の段に上がったりはしないよね。あ、極楽あと147。こっちだ。まさかの。おっとぬるぬる。え、どういうこと？あ、万事丸忘れてる状態なの？
それは最悪だ。何それ、呪われてるから。いや、技使えないのかよ、それは致命的。そら呪われてるよな。おっと、あ、巻物使えるようになった。え、どういうこと。え、もう復活したの。どういうことなんだろう。たまに忘れるのかな。あ、また忘れてる。泥坊主川津丸、はじめましてか。極楽34段。あ、守備力5はでかいね。素早さ4。それはいいんだけど、これ忘れてたら負けるだろうね、さすがに。も上がってるしね。お、早速見つけましたよ。さあ4人目か。巻物使えるようになった。あ、いいタイミングで。こんな海に囲まれた孤島によくいらしてくださいました。海は時によってその姿を変えるってことご存知？時には穏やかな母の優しさ、時には荒ぶる父の怒りですが、火の一族にとって荒れ狂う海さえも怖いうちには入りませんわね。その勇気で火の勇者様にぜひ川を渡っていただきたいわ。海に比べれば大したことなくてよ。サンズの川っていうのかい。え、何の川かですって。若い野郎、もちろんサンズの川に決まってってんじゃねえか。当てちまったぜ。ああ、尺取るやつね。4人目来ましたか。さあ忘れております、まんじまる。いや無理でしょこれ。これ道具で使ったらどうなるんだろうね。うん、効果なし。ノロノロ攻撃極楽。道具持っておりません。体術、体当たり、好き。いや無理だろうな。通常攻撃59。うわー、20回ぐらい当てないとダメだなこれ。強烈、さすがにこれは負けたな。油壺使ってみるか。なんかどうだった。なんか周りが油まみれになったっていうことかな。いやこりゃもう無理だ。最後まで諦めるな。残り798。守備力上が、基本能力上がってるからね。いけいけ、100名眼もあるからね。奇跡を起こせ。会心の人たち出してもいいよ。おーい、おい、残り500まで来たぞ。もうそろそろ使っとくか、100名が。極楽に。あ、傘広げた。あ、何するんだったっけこれ。青い光に包まれた。やまびこの術、青い光。あ、ダメージ受けるやつか。さっ、早速やってきたな。でももう行くしかないよね。うわー、13反射強烈。いやー、30反射、これはきつい。これどれくらい効力あるんだろう。効力切れてくれたらいいけどね。あ、やまびこ効果消えた。 OK、 いけ極楽。残り300。苦しい。100名が残り3つ。決めちまえ。極楽の命中率が上がってきてるよね。いける。残り200。極楽次第。
よし、ここで百名眼あと一つか。いや、かわされた。ここにかわされた。バンジマルも攻撃に参加。逆に呪われてる装備の防具だけど防御力は上がってるからね。いったか。いやー、よし、とどめだ。勝てました。まさか俺がサンズの川を渡っちまうとは。もう無念じゃ。4人目撃破。これは燃える水なんだそりゃ。巻物使え、あ、このタイミングでさ若草とか使えばいいんだ。封じられてるって。いや、今解除されてるじゃん。そういう問題ではないみたいだね。これ外せないんでしょ。くそー、絶体絶命が。ん、これはもうここしかないのか。え、あ、こっちあるじゃないか。うわー、何これ。お、見つけたぞ。早速こいつはなんだ。レッキー、はじめまして。いや、これ戻し作業大変だぞ、ここまで。いや、絶対絶命だけど、あと燃える水なんだろうね、これ。攻撃だって。百名眼、戻り石、あ、戻り石あるけどな。またこれ戻り石使うか。一応セーブしとこうか。満天の星空を眺めていると、人間の命なんてとてもちっぽけなものに思えてくるわ。そうだね。人の痛み、苦しみ、悲しみ、そんなものは無限とおぼしき星の息吹の中では儚い歌方の夢。万事丸様、流れ星が消える前にお祈りをすると願い事が叶うっていう言い伝え知ってますか。今お星様にお願いしていたの。お前が血を流しうめきながら死んでいくことをな。素敵な願いだね。俺の祈りはよく通じるんだぜ。毒針のやつだな。さあ、和田摘み5人衆最後の一人だね。いきなり地震か。やってやるぜ、極楽。980、50、20回当てればいいだけじゃないか。燃える水、立ちくらみがした。何が誰が立ちくらみ、え、何がどうなった。危ない。百名眼体術やってみる。体当たり効果なし。うん、戻り石使うか。効果なし。さすがにここまでか。憲法黒はぎり。まあそうなるよね。万事丸よ、俺がちょっと本気を出せばお前など物の数ではないわ。うわ、そんな喋るんだ。覚えてろよ。人間の命ってのはこの世の何よりも重いんだよ、わかるかい。説教されました。さあ、戻し作業をしたいと思います。さあ、戻ってきましたよ。今お星様にお願いしていたの。お前が血を流しうめきながら死んでいくことをな。俺の祈りはよく通じるんだぜ。
確かに1回通じたけどな、2回は通じないぜ。さあアイテム補充してきましたんでね、極楽も操作しようか。養老丸たっぷり持ってきたぜ。さあリベンジだ。赤影分身力王。極楽行け。80ポイント。冬がねえ、効果なし。髪の毛飛んできたい、効果なし。トロムシ、オッケー。力を切れたな、力を。トロムシ効いたから風がねえ。もう3つ行くぜ。あ、技なくなったぜ。あ、影消えたぜ。どうしようかな、ここは戦おう。攻撃優先、攻撃開始。いいですね。さあ自分で回復。ヒューガレトロムシ消えた。あー、ここはちょっと一旦体勢立て直そう。赤影でな。で影が養老丸を使いまくる。やべえ、あぶねえ。百名眼。影はあくまで養老丸。結構技少ない、やばいぞ。そんなに余裕はないね。ここはちょっと極楽も手伝うか。養老丸で赤影。よし、2体来たよ、チャンス。2体来たぜ。ここで力を。それから若草、体勢立て直せ。さあ極楽チャンス、攻撃。さらに泥虫、効果なし。もう一丁冬枯れ、効果なし。くー、どうしよう。冬枯れ、効果なし。技消費してる割にはダメージ与えてないね。あ、影消えました。赤影3体来た。養老丸、もう一丁養老丸。力王でいいんじゃない。力王かけ直し。極楽もう力王だけでいっちゃえ、あとは戦え。18、あ、影消えた、影 B 消えた、一撃。あー、影3体消えたのは痛いね今。くっそ、どうする。地味作戦でいくか。ひたち体力全開、極楽攻撃。もう力王だけでいこうか。力王、よし。あとは極楽のアイテムを使わないといけないと結構きついよね。若草で4回若草できるよ。万事丸粘れ。よっしゃ、ここで会心。そうだな、万事丸、いっそのこと俺に殺されておけばよかったのに。ハマグリ姫様は無敵だ。お前は生きていることを後悔するに違いない。そんなに強いのか、オタクのボスは。さあ行こう。道具、ここで養老丸使っとくか。ただ次の段まで、あと2役ですね。よし、いける。敵倒そう、雑魚を倒そう。ここでマンジマル段上がったらいいタイミングで。
くりの技3。道具まんじゅまるに渡しときましょうかね。道具ガン、あとハマグリ姫倒せるぐらいは残ってるよ。知らんけどね。油壺も持っとこうか。お、幽谷の鎧。これまた呪いアイテムなんじゃないの？大丈夫？64。おお、いいね。守備力、8アップ。よし、呪われてないぞみんな。これはすごい。8アップ。さあどこだ出口は。宝箱はないね。ついに出てくるか、ハマグリ姫。まだ上あるの？何ここ？え、怖い怖い怖い。ちょっとセーブしよう。なんだここは。閉まってるね。あ、みんな閉まってる。道具屋も閉まってる。え、一軒だけ空いてる。おかえりなさい、まんじゅまる。お前が戻ってきてくれて母さん嬉しいわ。あれ、ヒタの国これ。お前の好きなおはぎをたんとこさえておいたから、お友達とお上がりなさい。いや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 、これは幻でしょ。いや、いらないです。そう、じゃあ先にお風呂に入りなさいな。お風呂にする？いや、騙されないぞ。疲れてるのね。布団を敷くから今日はもう寝なさいな。いや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 、その寝てる間に寝首かくでしょうよ。騙されないよ、ハマグリ姫。さすがはまんじゅまる。この程度の目くらましは通用せぬな。おお、ハマグリ姫。わらはこの玄武城を預かるハマグリ姫だ。観念いたせ。結構派手ね、あなた。お飾りじゃないの、ハマグリ姫。体力1070。さあ行こうか。技がちょっと足りないよね。っていうか段上げたかったんだよこれ。しまった。後ろなんかハマグリの嘘でしょ。通常攻撃してみるか。どれぐらいか。避けた。53。あ、結構巻物使えなくするの。嘘でしょ。じゃあ道具使っとくか。ヨーローガン53。なんか素早さは遅そうだね。じゃあヨーローガン使わせていただこう。いてー、極楽の体力が。これは大ピンチだ。やべー。忘れてるから無理じゃんね。あ、もう積んだなこれ。マジか。回復できないじゃないか。無理無理無理。早く思い出せよ。嘘でしょ。これ道具一覧、清涼丸がいるのかこれ。やべえ。まいったな。こりゃ血に引いた。
あー乾杯です。悔しいかい、万事丸。それが火の勇者の力かよ。力かよ。赤子ほどの力もないの。今回はここで区切りたいと思います。次回ハマグリ姫リベンジしたいと思います。なかなか最後まで頼ましませてくれるね。強いね。段上げてから勝負に行っても負けてたね。これ技を忘れさせるやつなんとかしないとダメだね。次回に向けてパンコンタンが欲しいって言ってんだよねこの人ね。ちょっと対策立て直しましょうか。道具、物忘れさせられた時の対策をちょっとね、パンコンタン変えるけどね。ちょっと待ってね、パンコンタン買ったらどうなるかちょっとやってみようか。セーブデータ楽しいな。これセーブしといて、なけなしの2万でハンコンタンを買ってと。さっきのおじいちゃんにあげるっていうね。これエッチューだったかな。あ違うわ、越前か。これ富山の宿屋ハンコンタンっていうのをトゥードゥーリストには残してるんですよね。あれ、あ別にハンコンタン欲しがらないのこの人。あ欲しがらないんだね。そっか、いや差し上げようと思ったんだけどね。ということで、トゥードゥーリストからは消しておきますね。一応教えてくれてるっていうことなんだね。これか、状態回復いくつぐらいいるかな。油壺はもういらないかな、売っちゃって。戻り石もいらないぐらいだよね。片道切符でこの1個のアイテムがね命に関わるかもしれないからね、売っちゃえ。で清涼岩いくつだろうな。まあ養老岩をたっぷり買っておいて、基本分身でね戦いたいから。ただ術が使えなくなるとねきついから、もう清涼岩ちょっと多めに買っとくしかないよね。これこんな感じでどうでしょうか。あ、武具は幽谷の鎧手に入れたから、1200両。おいいね。2万5000両。なんか武器とか売ってたらいいんだけどな。青空市場とかでね。清涼岩1、2、3、あ3つか。どうだろうね、もうちょっといるのかな。もう一個増やしとこうか。私はビビリだからね。養老岩をあと2つほど打って清涼岩を増やしておきましょう。はい、ということでこんな感じで
まあ、徳が残りもうすぐ上がるからね、次回戻し作業してる間に一段上がってるんじゃないでしょうか。今回はここで区切りたいと思います。次回ハマグリ姫リベンジしたいと思います。それではまた、さよなら。